ビクトリアアルバート博物館のエントランスグリゼルが美術を象徴する自分自身の像を持つ少女のブロンズ像アルフレッド・ブリスコ・ドゥルーリー・アー,ーはイギリスの建築彫刻家ニュースカルプチア・ムーブメントの主要人物1856年11月11日ロンドンのイズリントンに生まれるフランス人のエドアール・ランテリジュール・ダルーの下で学び ダルートは1881年から1885年にかけて共に仕事をした。その後、ジョセフ・エドガー・ベームのアシスタントを務めた。1910年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれ、1913年に正会員となった。また、インターナショナル・ソサエティ・オブ・スカルプター・ペインターアンドグレーバーのメンバーでもあった。1944年12月24日。 クリスマスイブの日にドゥルーリーは亡くなった。ありがとうございます。